おはよう、サンタマリア。どうも、カメレオンです。今日はね、次来る超フェスを予想したいと思うんですけど、まあ、真剣に考察したいんで、ふざけんなしで、考察も外したらもう坊主にしたいと思います、自分は。なんで、もう真剣にもう今日の動画撮っていくんで、まあ、よろしくお願いします。で、頭の中にまず3人いるんで、僕のこの超フェス候補は。ってことで、まず1人目挙げていきたいと思います。1人目はですね、両手が斧になったモーガンです。ということは冗談です。まずはグラフを見ていただきたいと思います、皆さんに。じゃあ、グラフ見ていきましょう。はい、これがグラフですね。これ、超フェス一覧表になってるんですけど、まあ、今まで出てきた超フェスをまとめたものなんですけど、まあ、一つだけ抜けてるところはありますよね。緑のディフェンダーなんです。まあ、これは正直誰でも予想できます。まあ、こんなんね、抜けてるところのやつが来るやろうみたいな。緑ディフェンダー。絶対緑ディフェンダーってことは間違いないです。まあ、それは誰でもわかるんで、まあ、次、キャラクターの方予想していきましょう。それでね、これが実装された日にちなんですけど、この日にちに、あの、ビッグマムとシャンクスと黒ひげは正直ちょっとわからなくて、スカズキも記憶曖昧なんですけど、これにロジャオでヤマト、カイドウ、ユメルフィ、まあ、ユメルフィも美容院ですけど、これに共通されてるのが漫画で熱いキャラクターが実装されてるってことなんですよね。これ頭に入れていきます。それじゃあね、まあ、3人挙げていきたいと思うんですけど、まあ、5人おるやんみたいななってるんですけど、まあ、一回ここからね、解説をね、僕の考え方を話していこうと思ってるんで、まあ、まず第1候補がゾロですね。ゾロめっちゃ熱くて漫画でもかっこよかったですよね。で、緑のディフェンダーってことなんで、まあ、頭緑は嘘です。これはふざけましたけど、あの漫画の描写でビッグマムとカイドウの合わせ技をみんなから守ったっていう描写があるんで、そこで緑のディフェンダーで、でもうそろそろゾロの新しいねフォルムも来るんじゃないかなとみんなも予想してると思うんで、まあ、まずは一人目はこのゾロかなと思うんですよ。で、2人目ですね。で、2人目は僕はこのキッドとローの覚醒した姿かなって思うんですよ。で、キッドとローはもうなんか2人出てるんで、あのこのルフィのフォルムチェンジみたいなのあったじゃないですか。このスタイルチェンジ、このスタイルチェンジ的な感じで、あのキャラスキルを使ったらキャラクターが入れ替わってみたいな、で覚醒した技を使えるみたいな。だからこの2人同士で、あのルフィローの実際にキャラ使えるバージョンみたいな感じで来ると思います。で、あ、すいません、4人ですね。まずで、もうワンチャン2かワンチャン2か来るかなみたいな。まあ2かは僕多分ね、4周年か次4周年で来ると思うんですけど、まあワンチャン2か、まあ、僕が予想的中してほしいのはこのキッドとローの覚醒のもうダブルキャラ、もう1人で2つ使えるキャラクター当たってほしいですね。で、最後に両手が斧になったモーガンかなって思うんですよ。で、みんな黒ひげ、あのグラグラと闇闇を持った黒ひげ来るんじゃないかみたいななってると思うんですけど、僕なんか超フェス同じキャラ2体はないかなって思うんですよね、僕的には。なんでこいつ入れました。で、まあそんぐらいですかね、僕の予想。多分このゾロかキッドローのあのダブルコンビネーションが熱いなぁとは思うんですけどね、僕的には。まあそれか、まあめっちゃ笑ってるキラー、それもないですね、すいません。めっちゃ笑ってるキラーは調節できたら面白いかなと思ったんです。まあ僕の予想はこんな感じですかね。まあキッドとローのダブル覚醒で入れ替わりスキルみたいな、スキル1でキッド、スキル2でローみたいな変身覚醒、めっちゃ面白くないですか。ってことで以上です。ありがとうございました。Give it to me like...